ダズン配信の J リーグジャッジリプレイで10月1日に行われたアジア競技大会。準々決勝 U から22日本代表戦での U から24北朝鮮代表の暴挙を取り上げた。動画、日本対北朝鮮のハイライト。主審に激しく詰め寄る衝撃シーンも日本が2対1で勝利を収め、ベスト4進出を決めた一戦は荒れた展開に。 何度も危険なファウルを犯した北朝鮮に、レフェリーは合計6枚のイエローカードを提示。また、北朝鮮の選手たちは、試合後も怒りが収まらず、主審に激しく詰め寄って取り囲み、警備員が出動する事態となった。番組のゲスト解説で出演した元国際審判員の家本正明氏は、審判はピッチを出た後、競技場の中で選手やチームスタッフから文句を言われることもあると明かし、 レフェリーにはそこまで全て報告する責任義務がある。そういう意味で運営サイドと話をして警備とか対策を運営サイドとするってことはありますねと語った。僕も過去国際ゲームで経験があります。この後難しい可能性があるからすぐ僕の近くにいてねとか。行こうって言うまでは動かないでねとか。 危機意識を持ってもらうような情報共有をしたりとかは何度かありましたね。現役時代に自身も危険な経験をしたことがあると振り返った絵本氏は、MC からの終了後、すぐ走って去るのはダメ。と質問されると、本当の本当にヤバい字はそういう方法もある。一方でそうすると、レフェリーが逃げたっていう印象を持たせることもある、と、さらに選手を刺激する可能性があると見解を示した。 その上で、警察など、そういう方々にしっかりプロテクトしてもらいながら、レフェリーが誘導されていくって方法を、多分、求められているのかなと思います。と述べた。